こんにちは、ソガです。一流のお点前と三流のお点前の違いについてです。まず一流のお点前、そのお点前をする人の姿勢がとてもいいんですね。背中がまっすぐ伸びてるんです。お辞儀をする時も背中がまっすぐ伸びていまして、ですから前かがみになっても背中にお盆を乗せても落ちない、そのような感じです。ところが三流になると背中が丸まってるんですよ。つまりここになっちゃうんですね。そうするとお盆の方を乗っけても落ちてしまいます。つまり背中は立っている時も歩いている時もお辞儀をする時も正座でお辞儀をする時もまっすぐ背中は伸びているということが条件になるんですよ。ただまっすぐ伸びていると、見る目線が上になってしまうと今度威圧感を与えてしまうので、ですから2メートル先を見るんですね。背中がまっすぐ伸びて2メートル先、少し軽く前傾になります。そうすると相手に威圧感が与えることがないんです。ですからこの茶道のテキストを見ても必ず少しこう前かがみになっています。2メートル先を見ることによってそれが可能になるので、前かがみになった時に気をつけなきゃいけないのは背中がこう丸まらないでピンと伸ばして、そして少し2メートル先、このような前かがみ、これが一番理想の形になります。水差しを運ぶことも一流と三流とは違ってくるんです。まず一流の場合はこの頭のてっぺんから下まで一つの線がつながっています。で、正中線、体の正中線、これがぶれないんです。体がこういっても必ず中心はぶれないんです。こうなったりこうなったりしないで必ずこう中心がぶれないです。でこの状態でここに水差しがあるとしましたらば、この状態でまっすぐ背中がこうまっすぐになっているので、これで座ります。そして水差しを持ちまして左膝を立てます。歩く時も感じで歩きます。ところが三流になりますと、まず座るときに着物が乱れちゃうんです。だからこんな感じで座ったりするんですね。まず体の重心がぶれながら座って、で手がこう開いちゃう人がいるんですよ。絶対手は開いちゃダメなんですね。でも指ですが、指は開いちゃいけないんですよ。指はきちんとこう閉じておく。ところが三流の人は開いちゃう人が多いですね。でこう持ちまして、水差しを持ちまして刺す時によろめいちゃうんですよ。よいしょ。そして歩くときも猫背になってこんな感じで歩く。こういう姿は決して美しくないんです。初心者だったらば仕方がないじゃないかという声も聞かれますけれども、そんなことないです。私は武道をやってますけれども、初心者でもだいたい3ヶ月、4ヶ月、師範の方がみっちり仕込むと中心がぶれなくなってまっすぐになります。ということは要は教え方に問題があるんですね。ヒップラインが下がってますと老けて見えるんですね。こうなっちゃうんで、こうです。ヒップラインが上がるとふっとこうなりますので、
生命力を感じさせます。剣術でもそうです。剣術が必ずヒップライン上がってますから、正眼の構え上がってるんですよ。こんなことしません。こうです。それに似たのが茶道では柄杓の扱い方ですね。柄杓を扱うときには正眼の構えと同じようにこのように構えます。こうじゃなくてこのように構えます。そして置き柄杓、切り柄杓、引き柄杓、このように扱うと綺麗に見えます。一流の料亭や一流のホテルのところで働いている人たちはとても所作が美しいです。姿勢がいいわけなんですね。そういうことを徹底的に教育されているからです。ということは茶道も同じで、やはり一流の条件というのは姿勢が良いということが条件になります。一流のお点前をする人と三流のお点前をする人の違い、その2は、一流のお点前をする人はムラがないということです。まず朝お点前をして元気なのに、夜お点前をしたら大変疲れていて、もう疲れた感じでああっていう感じでお点前をしているということがなく、朝もいつ見てももうシャキッとして元気よくお点前をする、はつらつとお点前をする。それからこの人が嫌だとかこの人はいいとか、人を見て頑張ったり人を見て手を抜いたりということはせずに、どんなお客様がいてもわけ隔てなく同じように全身全霊を込めてお点前をしておもてなしをする。そのためには自分の体調を万全にしておかなければならないし、心のメンテナンスも常に最高に整えておかなくてはならないんですね。自分に対するケア、これを怠らず、そしてムラがない、これが条件の一つです。それに対して三流は疲れた時には顔に出ちゃうんですよね。なんか今日ちょっと疲れたんでとか、なんかだあの呪いんです、遅いんです、なんかぼーっとしてる感じでお手前をしていたり、あと自分の好みの人には頑張ってお手前をするんですけども、相性の合わない人がそこに座っていると適当にやっちゃうんですよね。つまりムラがある、そして体調にもムラがある、で心の状態も波動がいい時と悪い時のムラがある、これが三流のお点前になります。女性の場合は股関節は30度、このぐらいですね。これ以上は開かない方が良いです。人の体っていうのは疲れてくるとだん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 とこう広がってくるんですよ。そうすると膝を痛めたり太ってきたり、ホルモンのバランスが崩れたりします。歩く時も体がこう左右になるんですね。そうすると着物を着てこういうやり方は非常によろしくないと思います。やはりまっすぐ、そして一本の線の上をこのようにして歩く、この方が素敵だと思います。また例えば何か後ろから声をかけられた時に、はいはい、なんてこんな風に見るのも見苦しいと思います。何か声をかけられた場合に、はい、このような方向転換をして相手の正面を見て、それからお話をする、
この方が美しい所作になります。これは武道もそうなんですよ。例えば後ろから何か嫌な気配が来た時にこんなことしません。何か危険を察した時にはこのように方向転換をします。この方が早く方向転換をしますし、次のこの何かあった場合の準備もできます。それと同じでやはり茶道もこの正中線をきちんと守って、そして振り向く時も相手の目線を見る位置に向いて、そしてお話をする、こういうふうな姿勢が一流だと思いますね。一流の方がお茶をいただくときは、お点前頂戴いたします。まず声に張りがあるように、そして目線は亭主の方を向きます。指は合わさってます。角度は顔に当てると鼻をちょうど出るような角度です。この角度でお点前頂戴いたします。この時背中はまっすぐに伸びています。お茶碗を取りまして、あがめ、お茶をいただきます。そして軽く水切り音を出します。口を清めて手を拭い元に戻して、お茶碗を拝見します。三流の方がお茶をいただくときはお点前頂戴いたします。下を向いてボソボソと言うんですね。そして目は下を向いちゃってるんです。手がこんな風になってます。これだと鼻が出ません。お岩さんになっちゃってるんですね。こんな感じで裏見し合いになっちゃって、それでお点前頂戴いたします。裏見し合いなんで背中がこう丸まってるんですよ。こんな感じですね。そしてお茶を持って、この時元気いいんですよ。ビョーンと上げちゃう人も多いんですよね。それで回して、それでお茶をいただいて、最後の吸い切り音で思い切ってズロッと吸っちゃう人いるんですけど、これはあまり良くないと思います。そしてガバッと拭いて戻します。勢いよく置いちゃうんですよ。そしてお茶を見るときにこねくり回すんですね。こんな感じ。これ三流の典型的な形になります。そしてお客さん同士で、一流の方はじっと亭主の所作を見て、そして感動します。それに対して三流の方は亭主が一生懸命お茶を立ててるのに雑談しちゃうんですよ。いや、この間私違うお茶会に行きまして、そこに出されたお茶ちょっと美味しかったですよ。あのお茶一体何なのかな。大勢ね、いろんなお客さんが大勢来まして、とても楽しかったですよ。ということはここは楽しくないってことなんですよ。そういうふうな雑談を言う方がいるんで、それは慎んだ方が良いですね。先生によってはお話を生徒さん同士でした方が教室がこの賑やかになっていいと考えている方もいらっしゃいますけども、それは違いと思います。ここはそれこそ緊張してね、
いただく場なんで、で緊張が解いて控室に行った時に、まあ、どんちゃん騒ぎをする、ここは陰の席なんで、それこそ静粛に、そしてお稽古が終わったらば控室陽の席に入りますので、そこでね陽気にする、このバランスがうまく取れていると、とてもその生徒さんに対してもいい教育になりますし、これを行える先生、これこそ一流の先生だと思います。一流のお点前の条件、一つ目は美しい姿勢、二つ目はムラがない、三つ目は集中する。三流のお点前になりますと、姿勢が崩れている、ムラがある、雑談をする、以上になります。どうもありがとうございました。